皆さんこんにちは、上武モータースの諏訪田です。上武モータース小林です。はい、本日は何を紹介しますか？はい、本日はフィットのクロスターを紹介していきます。はい。これもフィットと言ったら柴犬？そうですね、裏コンセプトとしてこの柴犬のようにって作られてるんですけど、柴犬のものまねできる？まあよく僕犬っぽいって言われるんで、ブルドッグやんな。柴犬かなって思ってたんですけど、ブサカワってよく言われるんでイコール可愛い。いやちゃうやろ。ほっ。今回紹介するこのクロスターっていうののコンセプトは、街中でも使えて、さらにアウトドアでも使えるようにクロスオーバースタイルをちょっと混ぜたようなコンパクト化ってことですかね。そういうことです。綺麗にまとめていただきました。なんでちょっとホームも横に並べつつ、メインはこちらの内外装と収納スペースであったり、後ろの乗り心地の方を紹介していきたいと思います。それでは外装の方からご紹介お願いします。まあ普通のホームと比べて、パッと見て樹脂パーツがめちゃくちゃ多く使われてるんで、クロスオーバー感が出てアウトドアチックになっております。で、まあ具体的に言うとまずこちらのフロントグリル。こちらがですね、クロスター専用のフロントグリルと、あとこちらの下フロントバンパー、クロスター専用パーツとなっております。フォグランプはついてなくて、一番上のグレードしかついてないです。ヘッドライトに関してはフル LED ヘッドライトになってて、この白い部分がデイライトとしてついていると思います。ウィンカーもちゃんとLED になってますんで、そういったところもしっかりケチ臭くなくてしっかり作ってるなと思ってます。確かに。小林君はケチ臭いですか？僕は倹約家って言ってました。例えばトイレットペーパーは絶対なんかこうみたいな。トイレットペーパーぶっぶわってやっちゃうタイプ。ガラ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 ってやっちゃうタイプ。そんないらんくない？そうなんです。分かってるんですよね、自分のお尻のことは。このサーフブルーっていうのがクロスター専用の選べる色になっております。ちなみにツートンも設定あります。はい、横なんですけど、横も同じですね。こちらも樹脂パーツが使われてて。結構車高が高く見えるんで、見える。フィット感が全然こう横のラインとかないですね。とこちらのシルバーの、はい、ミラーの。これネスとかになったらめっちゃ黄色になるとこや。そうですね。あとはタイヤ。はい。これめっちゃかっこいいぐらいですか。かっこいい。なんか。そうなんですよ。何これ。これクロスター専用アルミホイール、16インチアルミホイールとなっておりますので、なんか存在感のあるデザインですね。結構がっつりある。はい。ルーフレール。このルーフレールはメーカーオプションで取り付け可能になります。白もここバンパーの部分が樹脂パーツになってて、やっぱりこう高くなってるんで、アクロでもしっかり走ってくれそうな。だいぶ違いますね。3センチ3センチぐらいです。反射板がこうグッと上に上がることによってスタイリッシュさが、こちら落ち着いたイメージなんですよね。女性もお尻の位置こうグッと上がって高い方がいいもんな。そうですね。グッとこう垂れてるお尻よりそっちの方がいい。もちろんです。誘導尋問や。e:HEV こちらもね、しっかりこれハイブリッドのグレードになるとここに e:HEV っていうのがついてきます。それでは内装紹介していきたいま。オープン。オープンです。はい。中はですね、このグレーの内装になっております。これもクロスターの内装色となっております、シートも撥水のファブリックシートになってるんで、海川遊びに行った時でもしっかり汚れを防止してくれるってものになっております。すごくこの座席もフィット感ありそうですね。ちょっと乗ってみましょう。どうですか、乗ってみた感じ。なんかほぼなくないこの柱。あ、いいところ気づいていただきました。ここの A ピラーっていうのをめちゃめちゃここ細く作ってます、で衝撃吸収っていうのはこっちのもう一個後ろのこのしっかりそれもあるよね、視界がめっちゃいいんですよ。なんか他の車とは違うっていうのはすっごい乗った瞬間から分かりますね。ここちょっと席の高さだけかな。なんか私の座高が低いのか、ちょっともうちょっと上から見たいんやけどな。だいぶ上げますね。結構上げれるなこれ。底なしで上がる。あ、これ最大。うわ、めっちゃ見やすくなった。これ完璧ですか？これだけちょっと、これ私の視界だけじゃ。こんな感じです。めちゃくちゃ視界いいです。すごい平べったくなってて何にもないね。エンジンかけていただきましょう。はい、エンジンのボタンがまず私すごいこれ好きやわ。デザインが好き。高級感あって。こう7インチディスプレイがついてるんですよ。ここで操作かな。そうですね。ディスプレイが切り替わるのと。このぐるぐる回すの気持ちいいですね。今 EV モードっていうのが出てるんで、めちゃくちゃ車内静かなんですよね。無音やな今。はい。で今はバッテリーで動いてるっていうような状態です、うん、こちらステアリングのスイッチになるんですけど、はい、この、ナビを操作できるボリュームであったり、うん、チャンネルの切り替えっていうのはナビ装着用スペシャルパッケージっていうメーカーオプションの装備になるんですけど、このクロスターの装備になると標準装備になります。あとバックカメラ、うん、あとはこちらのホンダコネクトの SOS サービス等のものが、うん、クロスターが標準装備になってます。ほなこれついてるんや。そうなんですよ、ついてるんです。これでも今回なんかすごいえぐり取られたみたいになってますけどどういうことですか？これ今オーディオレス仕様になってるんでちょっと何もついてないんですけど、うん、これはナビをつけてもらったらこうぴったりはまりますので、うん、ホンダ専用のギャザーズナビっていうのをつけていただいたらこちらの SOS などがしっかり使えるようになるというふうになります、うんうん、こっちは一応クルコンがこんな感じで、そうですね、クルーズコントロールも標準装備でついてるんで、そうなんや。いや安全装備とかそういうところはしっかりついてるんでね、うん、あグレードもいい方やもんな。だってこれはめっちゃいい方ですね、はい。あとはこの辺のエアコン周りすごいおしゃれですね。わあこれもまた表示式、うわうわダイヤルでめっちゃいいやんこれ一瞬で連打線でいいっていうね。連打線でももうスマートやもんな、こうあっちゅーとかいうあれが線でいいもんなはい収納スペースちょうどいい、ちょうどいい。この色に関してはやっぱもうフィットのこだわりということで白ですね。ピアノブラックとかじゃなくなんかピアノ白みたいな、ピアノ白鍵盤の色鍵盤の色みたいなのがもう全グレードはい、もうこの一番上にしてももう絶対ここは変えやんぞみたいなこだわりを感じますね電子パーキングブレーキホールドもついております。ちゃんとついてます。で隣にイーコンボタン、はい、燃費をちょっと燃費モードかどうかっていう、はい、こんな感じで切り替えができますと。まあこれもだいぶエノボックスで試した時走り変わったから多分フィットでもだいぶ変わるんやろうね、はい、ここは収納スペースで、滑り止めがついてる。ゴムやもんこれ多分ほら絶対滑らんやんこれ、はい、小林ちゃんおもろい話してもらって。滑らん話、滑らない話僕席替えで好きな女の子とこう隣になったんですよ、小学校の時の話かな、授業中こう、僕も嬉しいなと思いながらこう、授業中なんですけどプーってこう、もう絶対に隣で、やばいそれシビアなやつやん、顔も赤くなってもうクラス中が「もう誰や誰や」もう明らかにもう犯人は隣の女の子だと分かって、好きな子や。でもそこで「はい俺がやって俺が」ってこう言って、ほんならもうみんな周りはもう「へっこき虫へっこき虫」ってこう、でももうこれはもうしゃあないと、好きな子を守るために。へっこき虫ってこうみんなに言われるんですけど好きな子だけは傷ついてほしくないと思って隣をチラって見たら一緒に「へっこき虫」って言ってました滑らんな皆さん滑らないですよ。あとは肘置きないんですよ。あ、お前すっきりしてる。あとオプションでディーラーオプションでつけれるようになってます。じゃあ次収納、ここになんか深いというか置くところって感じですね。グローブボックス、グローブボックスはそんなに深くないですね、はい、このドア周りにあるの、これはよくあるやつなんで、室内灯は LED なんで、ここはしっかり作られてますね、これは標準で、はい、バニティミラーもハロゲンです。はい、ここはハロゲンですめっちゃ高い日本人の標準身長170cmの人が快適に乗る高さで1回調節して後席に行きましょう。フィット似合うで。僕実はマイナーチェンジ前なんですけど、フィット大好きやったんです、大学生の時とかってレンタカー旅行先で借りたりするじゃないですか。でフィットとかってよう出てくるじゃないですか、車の中でも一番運転しやすいと思ってました、変わってさらにこう良くなって、しかも似合うって言われて、似合うねん。そうやね、こうちょっとがこう客観的に見た時にも小林って多分フィットが似合うんよ。フィットやねん、フィットな男やねんフィットするんや、あとなんかすごい、あと個人的な意見なんですけど、ハンドルこうないんすよ。あ、ほんまや、ない。これね、僕らよくこれで、駐車とかするんですけど、ハンドルがどこ向いてるかわからないんですよ、反対向いてるのか正しいのかっていうのがパッと見てわからないんで、なんかあらぬ方向に行った時とかありますよね、あるあるある。これだけちょっと気に入ってない点で。次じゃあ後席、はい、じゃあ後席は男の人が乗った方がいいんでね、僕が乗ります。今先ほど小林の170センチのシートポジションに合わせたんですけど、もうゆっり腰掛けても拳2つ分は膝余裕あるんで、ここは下すごいすっきりしてるんですけど、この椅子なんとこうカッタッとこう跳ね上げれるんですよ。マジで N ボックスやん。そう、 N ボックスも同じことできます。跳ね上げをこのコンパクトカーでできるという。そうなんですよ。これはホンダのもうお家芸ですよね。お家芸。はい。給油タンクをこの助手席と運転席のこの間に作ることによって、ここの空間っていうのをめちゃくちゃ広く使えるんですよ。確かに。なのでこう跳ね上げたりとか、あと後で後ろで詳しく言うんですけど、このシートをこうペタンとした時にめちゃくちゃこう。深く沈み込んでくれるんでフラットになりやすくて、フラットになる。こっちもちょっとじゃあパタンといきます。パタンと後ろにソケットがこちらついてますね。あ、2つちゃんと観音開きでついてます。観音開き非常におおかわいい。コンパクトカーやったら珍しいですよね。珍しい。めっちゃいいわ。めっちゃいいやん。前の席ないけど後ろはあるんやな。確かにな。確かにめっちゃ快適やわ。え、何それ？ちっちゃいポケットある。え？ちっちゃいポケットある。何これ？カンガルーの袋みたいな。スマホですよね。え、すごいな。おお、すごい。すごいわ。こういいですね。わざわざなんかポッケつけるというよりかは、もうここに穴開けて入れれるようにしちゃえっていう最低限の感じがいい。いや、いいですね。助手席側ね。はい。え、全然いいやん。これないのにこれ作ってる。ここって何入れる？でも逆に、いや入れないですね。そうやんな。1話しか入れたことない。そうやねん、そうやねん。昔からよくこれあるけど、ここ入れといたら一生ここに入れたまんまやんか。見えへんとこまで沈んじゃって。そうそうそう。でどこ行ったとか言って久しぶりにこの奥がなんか出てくるみたいな。だからない方がいいっちゃうっていうのは、私ちょっと新しい車の。なるほど、なくすことによってそう整う。ちょっとちゃう。ここ林と今隣で乗ってますけど、距離感はちゃんとこんな感じでね。ヤリスクロスの後席とかよりも何やったら余裕で広いですよね。余裕で広いな。ブラック的なものがここについております。そうですね。これはハードプラ、もう普通にプラスチックやったのに。ほんまよね、ほんまよな。後ろの方がいいんや。そうですね。プラスチック。それでは収納スペース見ていきます。オープン。はい。めっちゃ広くて、しかもこの下、これ収納スペースあるんですよ。後ろにもちゃんと確保してくれてる。そうなんですよ。おお、すごい。これは広いわ。一人で。うん、一人やったらいける。すごいね。全然やん。マット引いたらいけそう。じゃ、うわ、すげえみたいなさ、気をてらったやつ、正直めっちゃ多いかっていうと、そう、まあ、あるねんけど、ポイントポイントで。でも基本シンプルやからシンプルにいいっていうか。そうですね、よく作られてますよね。ホンダの e:HEV についてなんですけど、これすごい機能なんで知ってますか？知ってる。エンジンとモーターっていうのをめちゃくちゃ効率よく使ったハイブリッドになるんですよ。2モーターがついてるハイブリッドシステムになりまして、発電用と駆動用っていうふうになってるんですよ。キックスとかと一緒ってことですか？キックスとかとは違うんです。日産の e パーですね。よく比較されるんですよ。e:HEV っていうのはそのキックスとかのいいところとトヨタとかのハイブリッドのいいところを両方とも取ったような。e パワーのいいところっていうのはモーターだけで走行してるんで、街乗りとか低速度の走行の時はめちゃくちゃ燃費性能がいいんですよ。街乗りが燃費いいんや。そうっす。ただ短所としては長距離乗っちゃうと燃費走行めっちゃ落ちるんですよ。逆にトヨタのやつはeパワーほどその街乗りとかのところは伸びないんですけど、長距離走ったらめちゃくちゃいいんですよ。めっちゃ伸びる。それのいいとこだけ取ってます。ほんならどっちも燃費ってこと？そうです。街乗りやったらeパワーみたいにエンジンは発電だけをしてモーターだけで走行するんです。で次高速域、高速道路とかに乗るとエンジンがタイヤを回す駆動になるんで、トヨタみたいにそっちの方が燃費効率が良くなるので長距離でも燃費が落ちない。キムタクのいいところと工藤静香のスタイルの良さっていうのが混ざって、娘ここみちゃん、ここみちゃんでした。生まれたみたいなこと。まあそうですね。ほんなら最後に小林君、このビッタ契約しますかしませんか？今回は契約島千。一生買わんやつやん。いや僕新しいの買ってんすよ1年前にそれでは上竹モータース未使用車の在庫もフィットございますし、新車 1.99% でも月々お得に乗っていただけるプランご用意しております。ぜひ概要欄からチェックしてみてください。よろしくお願いします、はい、まだ親には YouTube はバレてない。あ、そうなん？あ、バレたこの前。どうやってバレたん？親戚から送られてきて、YouTube で出るらしいなって LINE 来て、びっくりしましたね。元気に頑張ってんなって。確か元気に頑張ってます。すいません、なんかブルドッグとかってすいませんブルドッグやんな、気まず。これから言うこと気ぃつけた方がいいかもしれない